私いや、どちらでもどうですか。私あんまりなんかそういうなんか世界だからとか男子がいるからとか、うん、あんまり気にしないというか、うん、なんかそれで何かが変わることない。いや変わると思うよ勝てば活躍すれば。いやなんか気持ち的にはあんまりなんか何か変わることがないんですよ。ああそこがね、今狙いたい的を精一杯やるって感じですか。いや本当にそんな感じです。あ、てっぺいくんじゃないですか。あ、てっぺいです、てっぺいです。てっぺいくんだ。アカシーとか。試合来ましたね。今会場では秋葉原とこれはティトですね。ティトで、試合やってます。2人、坂口さん、宮脇選手、含めてどうですか。アレンジの方 どうでした。アレンジの方どうでした。うん、アレンジの方、はい、私そんな言うほどアレンジなんか、まあ、問題ないって言ったらあれですけどあ、アレンジもそうですね。どちらかというとこう点削って、ね、あのダブル出すまで頑張ろうみたいな。まあでもその感じで前から話してたんで、100近くまで削ってから、まあ、アレンジ考えようっていう感じで練習してたんで、まあ、100以下のアレンジってね、もう大体これだけダーツ投げてる方だったらわかるでしょうしね。そうですね。そうですよね。いや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 、本当でもね、あのまあ今日は2戦だけだったんですけど、いやなんかもうちょっとやりたかったんですよ。そうですよね。長くダーツしようって。それ楽しいですよね。その考えって。で今日すごいファンの。皆さんいっぱい来てくれてて、なんか最後になんかファンの皆様に一言できれば。ファンの皆様に一言、はい、いや、いつも応援ありがとうございます、はい、もうちょっとかっこいいところを見せていきたいんで、これからも応援よろしくお願いします。スピールも今後取り組んでいこうとは思ってるんですか。もともと今年からそのスティール近場というか、まあ、その国内は回ろうと思ったんですけど、はい、いいタイミングじゃないですか、はい、ちょっとこんな状況になってしまったので、ぜひぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。宮脇選手、なんか一言お願いします。ファンの皆様、2人では来年のピロダーツで台風の目になってもらいたいですね。はい、すいません。頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい。はい、さあ、今日ね、2試合目で敗れはしましたが、見せ場を作ってくれた宮脇坂口ペアでした。さあ、試合の方ですが、西哲平、岩崎秀明がティトプラス2で試合してます。さあ、対するは、柿崎光、広瀬明ペアです。さあ初戦の、あ、初戦じゃないですね、2試合目の西哲平岩崎ペアがファーストレイク取りました。ケン君、はい、柿崎選手今投げてるんですけど、はい、面識あります。面識はないんですけれども、何回か先週ウーマンズの方でちょっと初めて。ああ、そうです、そうです、そうです。そしてペアは広瀬選手ですね。はい、今回はお店のお客さんと一緒に組むっていう話を聞いてたんですね。あ、聞いてたんですね。あ、ティトショップ秋葉原の。はい。そうです、そうです。広瀬選手、僕、知ってます。はい、じゃあ、すみません、ケンさん、そのまま、ちょっと単独でいいですか。僕、ちょっとトイレ行ってきますね。あ、はい、わかりました。大丈夫です。
迷いなくスイッチしてきますね。ピドタツ選手。ワッサー選手、140。ナイスダーツです。302点。ここ1本18絡めていきたいですね。ここはもう100ですね。ちょっとの上がり目が出ない感じですけど、ね、出てきました。きれいに100パートナーにパスしてますね、スキー選手。ナイスプレーですね。残り100からのトップ、きっちり2ダーツで決める、素晴らしい。岩崎選手にペアも強いですね。西選手、昨日パーフェクトオンラインで東京からトンボ帰りの福岡だと思いますけど、柿崎選手ペアの選考ですね。44、ちょっとスロースタートかな。やっぱりダブルスはもう140までいかなくても1本トリプルは完了してくれる。キッティープですね、60。ペラインはやっぱりしっかりしてます。課長風月さん、22日ダブルワールドカップ、ワールドチャンピオンシップ解説しようかなと、今ちょっと。またちょっと調整してみます。396。大きく削りたいところですね。ちょっとお互いなんかちょっと付き合ってる感じになっちゃいますね、ロースコア。結構スピードってお互い、トーンが入ったらトーンで返したりとか、そういうのが多いんですけども、ね、PDC でもよくあるんですが、たまに片方がちょっとつまずくとお互いお付き合いすることがやっぱりよく見かけますね。あ、ナッカさん、ありがとうございます。同日役で解説どれぐらい、どこまでできるのかわからないですけども、ちょっと頑張ってさて、柿崎選手、約11分から上がり目出したいところですね。121、90残りですね。ここはちょっと先輩だけです、まあ、この場面相手上がり目ないので普通に18かなと思いますね。ちょっと下に落ちてまた18、ちょっとブロックしてるかな、移動を右左ちょっと角度を変えてシングルですね。ここはもう20に戻ってます48。帰ってきました。どうもです。はい。20ですね。20ですね。だけどここで一つ取り返したいところ。48残り。トップ。マーカーを。隣に入りましたね。さあ、西哲平。調子いいですか、西哲平は。いや、あんまり移動の疲れあんまり感じさせない感じですね。
縦ラインは安定してたんですよ、序盤では。ああ、そうですね。38、アレンジ入れてくるか。14ダブル。こっちからの。ケン君は38とかいう数字残ったらどうですか、アレンジ入れますか。場合によりますね、うん、あの38になると相手がもう上がり目だったらもうそのまま行くことを多いかもしれないです、はい、だけど中に入ってただ僕の夜角だとあのもし外に外れたら30あのブロックしちゃうので、あ逆にね、ブロック逆に、はい、なのでちょっと今日の調子はと思ったら、またはもう今日の残忍の調子になったらもうすかさずあのアレンジ入れてあの変えてきますね。どの道、あの上がり目のチャンスは2回なので。ですよね。さあ、そして21から西鉄平先行の5枚。昨日西鉄平ね、ソフトのダブル2本外して、それから ずるずるになりましたけどね、見てました、最後までちょっと見れてなかったの、実はちょっとプレイバックを見ようとしてて、最初のワンセットぐらい見て、あのダブルスが始まったので、こっちに移ってきたところだったんですよ。あ、そうなんですね。最後までは見れてなくて。昨日、要するにセットで、1-0 のセットで、しかも 2-0 でもう大手で、16からの8を外しましたもんね。でそれどっちか決めてたら優勝だったんですよ。でその後にも山田が勢いに乗って一気にいった感じでしたね。それがダーツの怖いところでもありますね。面白いところでもありますね。流れですね。はい。PDC でも結構 2-0 からの劣勢からの逆転勝ちっていうのも何試合かありますもんね、はい、特にセットプレーだとよくあると思うんですよ、ソフトがスピードだね。ベストオブ19とかそういう長いフォーマットだったらそんな感じにはいかないんですけど、19ですからね。恐ろしいですよね、19ですから。そうですね、ワールドマッチプレーなんて18先ですから。ですよね、この間のワールドマッチプレーですかね、18先は。あ、ワールドマッチプレーは18先、ワールドマッチプレーって言ったらデミトリーが優勝したやつですよね。そうですね、デミトリーが優勝した大会です。さあ、そして唯一アメリカのラリー・バトラー選手が94年だったかな、はい、優勝し、唯一アメリカ人のメジャー優勝というのがあります。え、ラリー・バトラー選手ってメジャーで優勝したんですか。94年の時にワールドマッチプレー優勝します。94か95どちらかだったと思います。1990、はい、すごいですね。なので彼はスティールに関してはもうアメリカではレジェンドですね。レジェンドですね。今のは現役です。毛髪が乏しい選手ですよね。はい。そうですね。35ブルから自分に入っちゃった。60に戻る。ここ25はまあ19か。あっと、1万やったらいかんね、これね。おっと、決まった。なんと西鉄平、岩崎ペアがベスト16進出です。